シャバズ・ゴジー・ネーピアーはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ロックスベリー出身のプロバスケットボール選手。ポジションはポイントガード。マサチューセッツ州の地元の高校でつけていた背番号が永久欠番になるなどの有名選手だったネーピアーはコネチカット大学に進学。1年時にケンバ・ウォーカーの控えとして NCAA チャンピオンを経験。4年時ではオール AAC ファーストチーム AAC プレイヤーオブザイヤーを受賞し、勢いそのままに NCAA で2度目の優勝を果たした。NCAA オールアメリカンファーストチーム、トーナメント最優秀選手にも選出され、カレッジで華々しい成績を残し、コネチカット大学史に残る選手となった。2014年の NBA ドラフトでは、シャーロット・ホーネッツから24位で指名された後に、交渉権がマイアミヒートに移動。1年目は、NBA のレベルに戸惑った感があり、D リーグ行きを命じられ、さらに2015年2月には、ゴラン・ドラギッチ加入し、出場時間が減少。さらに悪いことに4月には、背中のスポーツヘルニアの手術のために、戦線離脱するなど、不完全燃焼に終わった。2015年7月26日、将来のドラフト指名権との交換トレードで、オーランドマジックに移籍。11月11日のロサンゼルスレイカーズ戦は自己最多の22得点を記録した。2016年7月7日、金銭トレードでポートランドトレールブレイザーズに移籍した。2017年4月11日のサンアントニオスパーズ戦でキャリアハイを更新する32得点をマーク。2020年2月、ジョーダン・マクレーと引き換えにワシントン・ウィザーズに移籍。ありがとうございます。